ごくいい人だったのに残念だわ。彼のバーで出会って、あとはわかるでしょ。知らない人にそこまで話す気はないわ。言ったでしょ、バーで会ったって。バーで出会った男の一人、何なのよ。別に犯罪じゃないでしょ。出かけなきゃ、一緒になろうって言われた。奥さんとはうまくいってなかったのよ。冷め切ってたみたい。別れるって言ってたわ。だから二人でニューヨークかどっかへ行って暮らそうって。ねえ、彼って欠点あるわけ？なるほど、プロポーズするつもりよ。ラブのシーク覚えてる？プロポーズされたわ。愛してたはずなんだけど断っちゃった。結婚したかったはずなんだけど、冷静に考えたらそうする理由が見つからなかったの。でも普通はイージーに決めちゃうじゃない。ディープサウスガラス、どうかした？何？うまくいくわよ。大げさに。すいません、ちょっと事件があったもんで。分かってる、成績危ないって。こういうセリフすごい月並みだけど、単位くれたら何でもするから。私の話じゃ聞いた？先生のこと割礼の時根こそぎ切られたやつって言ったの。こういうな、物知りは違う。昼間のあの扱い何？かつて娘ありき、名はバーリン。時折すごくやりたがる。いや、時折ではなく、もうしょっちゅう。そしてもっと秘密を教えてあげる。おしゃべりして分析して。哲学してる？それともこの体にキスしてみる？ああ、もうすぐアレックスが迎えに来てくれるの。心配してくれてありがとう。大丈夫よアレックス、ゆっくり走ってね。もうこんなに遅いし、なんか頭がすっきりしないの。人生変わりました。アレックスをなぶり殺したことは事実です。私も狙われました。どうするつもり？明日あそこに戻る気なんてないわよね。あなたの車にはもう乗らない。どうしてそこまで？誰かを殺されたのね。きつくよ、傷つけるふりして。ぶって切るの。ちょっと何が？あんたにそんな勇気あるの？殺すのよ。私は愛してない。今までも。あんたなんて愛されるわけないでしょ、哀れな男。あんたは父親と同じよ。もう出てって。私より早いなんて徹夜したのね。協力機関よ、ATF や NRO や略語がないようなところも国家の有事の時には協力し合うの。ねえ、寝なきゃダメよ。災いはいい人に降りかかるの。なんでそんなに知りたいの？クビになるに決まってるわ。 CNN がうちより先にテープを入手して、例の検証も編集済みだった。匿名の機関で普段は沈黙を守る。でも否定したってことは肯定したってこと？あなた新入りのくせして質問がディープすぎるのよ。タバコ持ってない？安きゃ買うわ。見ればわかる。正義はどこ行ったのかしら。母の顔は忘れた。知ってるのはそこにある名前と戻れない家の住所だけよ。前線用の装備ね。問題ある？ダーリング、ラインオブファイアとは？ラインオブファイアっていうのはターゲットめがけて弾丸が飛んでく空間のこと。銃撃戦時にいてはいけない場所よ。敵との間には決して立たない。わかった？力になる？なぜ？どうやって？連れてったら何してくれるわけ？馬を用意して。もうお忘れかもしれないけど、鍛冶屋さん、自分の身ぐらい自分で守れるわ。なんなら城壁から見張ってって。お父様どうか許して。でももう罰は受けたんだから、自由にしてあげて。どう利用するの？巣は当分開かない。私が議席をあなたに譲ったら秘密は守れるわよね。